はい、どうもカッパ園長です。じゃあ今度はね、西側諸国の動向ですかね。まずこの NATO 事務局長が、ウクライナをこの救援する方針はないと、もう記者会見で表明したんですよね。 NATO はこの部隊派遣しないと、NATO はウクライナを、まあ、見捨てるみたいです。まあ、ウクライナ、NATO 加盟国ではないんですけども、まあ、NATO は、まあ、見捨てるそうです。助けないと。で、このバイデンさん、アメリカですかね、バイデンさんはもう祈っちゃいます、ロシアは、ね、破滅的な戦争を選んだ、これ以上、まあ、つまり核攻撃までは、ないよう祈ってる、ね、アメリカのバイデン大統領は、ね、祈っちゃいます。祈り出しちゃいました。で、今度、まあ、アメリカとか英国とか、そもそもがね、なんで、なんだろう、このウクライナなんでこういうことになったのかっていう、その、ロシアとこのウクライナのこの歴史の話みたいな、それ確か昨日ね、多分メンバー専用動画で見たんですかね。このウクライナ人の方が、ね、まあ日本在住のウクライナの方がね、Facebook で、どうも世界はね、ロシアとウクライナの、ね、この歴史を正しくね、理解して発言している人がほとんどいないと。特に日本のマスコミ、日本のメディアに出ている、ね、一応肩書きとしては何かの専門家らしい人が、ね、なんかこう、もっともらしいことを喋ってるけど、全然違うと。分かってないと。っていう、ね、内容を多分お届けしたことあったと思うんですけど、で、その中でも言いましたけどね、かつてアメリカと、英国はウクライナに対して、この核武装を解いたら、まあ、つまり核兵器を放棄したら、ね、我々が安全を保障するっていう、なんかそういう約束っていうのかな、まあそういうことを言ってたわけですよ。でも結果、ね、その約束は果たされてないんですよね。で、まあウクライナのこのクレバ外相、外務大臣がね、1994年の核放棄決定は賢明な判断ではなかったとして、まあ、アメリカに対し、ね、当時約束していた安全保障を履行せよと、まあ、求めるんですけど、バイデンさんは祈り出しちゃったんですよね。まあ、1994年のウクライナ、世界3位規模の核兵器、保有してたんですけど、それを放棄しちゃったんですよね。で、特に、このウクライナにとって、このアメリカが提示した安全保障を、まあ、対価として、まあ、核を放棄したのに、なのに約束守ってないじゃないかと、約束守れよと、怒りの声を上げてるんですよね。まあ、つまりウクライナとしては、まあ、アメリカ、英国、まあ、西側諸国に騙されたってことですよね、結果的に。で、当時我々は誰かが我々を攻撃したらアメリカが我々を助ける国の一つになるという約束を交わしていたのにと、まあ、今訴えてるんですけども、これはもう日本も一言ではないですよね。まあ、この次の動画のこの日本の誰か、どっかの誰かのっていう話のところでももう一回見ますけども。で、まあ、バイデン政権、一応なんかこうね、ガン無視するわけではないんですけども、この追加でね、この制裁措置を発動して、まあ、ロシアが、主要通貨で取引するのを大幅に制限するんですけれども、これもちょっとやっぱ中途半端なんですよね。なんていうか、その、そうなんですよね。だからバイデン大統領が24日ロシアによるウクライナ侵攻を受けてロシアに対する追加制裁措置を発表するんですけども、まあ、ロシア第2位の、この VTB 銀行など、新たに4行制裁の対象にして、ロシアがドルや円、ユーロ、ポンドで、まあ、取引を行う能力に制限をかけていくんですけども、まあ、ハイテク製品輸出をこの禁止するとかね。で、ロシアのハイテク輸入が半減、を超えればっていう、なんかそういう見通しを示してるらしいんですけども、ただこの国際銀行間の送金決済システムの運営主体でこの SWIFT っていうのがあるんですけど、そこからロシアの金融機関をこの排除する、まあ、これがそのなんか経済制裁とか金融制裁でいう、まあ、柱というかコアな部分なんですけど、これには、まあ、触れないというか含まれない、ここまではやらない。だからまあ中途半端、まあ、これ結構反動もあるんで、なんだろう、この返り茶浴びるじゃないですけども、その仕掛ける側ね、欧米側もただでは済まないんですけども、ただまあこれはやらないと、だからまあちょっと中途半端だと、しのげちゃうじゃないかロシアはみたいな。だって中国とか他にもね、このレッドチームの国たちはこのロシア側の立場でロシアに協力する動きを示しますからね。
ただまあアメリカがそんな感じだったんですけど、この英国政府、イギリスはどうかっていうと、このイギリスは一応このロシア側にこの超強硬的な態度に出てね、まあロシア壊滅も辞さないっていう、そういう方針をまあ見せているんですけども、これもどこまで本気なのかちょっと微妙ですよね。ロシアのこの政府高官がイギリスに噛みついたと。イギリスの防衛省がロシアに対する核兵器の先制使用も選択肢になるっていう、そういうことをね、まあロシアもさっきプーチンさんがね、この 核兵器使用も辞さない。まあそれに対してね、まあイギリスも、イギリスはイギリスでこのロシアにね、まあなんていうの、その核使用を示唆した。で、それに対してこのロシアはね、自分たちがプーチンさんがああいうことを言っておいて、一方ではこのロシアは直ちに反撃してね、イギリスを壊滅させるぞみたいな。まあ、なんか絶戦ですかね、うん、まあ非難の応酬みたいなことをやってるわけですよね、うん、で、まあさっきのそのなんだろう、アメリカのね、このスイフト排除ですかね、これはやっぱりこの欧米諸国がロシアをこの排除する制裁はできない、ね、その理由ですかね、だから排除することをめぐっては世界経済に対する影響の大きさから、だからまあモロ刃の剣みたいなね、その排除した側もただでは済まないっていうのを懸念して、まあ、欧米諸国へのこの副作用っていうふうに言われてますけど、それが懸念されるんで、今後の欧米諸国のロシアに対する制裁に、ここまで盛り込まれるかはちょっと今のところその可能性はね低いっていうふうに言われてるんですよね。だあとはそうだな、あ、国連かまあなんとなく想像つくと思いますけど、全く役に立たないですね。泣き出しちゃうんですよ泣いてどうすんだよ、このグテーレスこの事務総長ですよね、うん、こう泣きべそかきながらプーチン大統領は攻撃をやめてくれしみたいなことを言い出しちゃうんですよね。泣きながらお願いしてどうすんだ本当国連って何の役にも立たないですね。まあ国連だけじゃないんですけども、でこのドイツですかね、ドイツの首相、ショルツ首相ですよね、欧州にとっても暗黒の日だみたいな、まあ、なんか悲嘆に暮れるだけなんですよね。ロシアのウクライナ攻撃で、まあ、ドイツの、ね、このショルツ首相が24日朝、ウクライナにとって恐ろしい日であり、欧州にとっても暗黒の日だ、なんだろうなもう完全に人事ですよね、うん、欧州にとってとは言ってますけど、うん、でも自分たちドイツはまあうんみたいな、そういう感じなのかな、うん、とまあこういう感じなんですよ。だからもうなんかこう世界がね、何もできてないですよね、今のところ。今後はわかんないですよ。今後はちょっとわかんないですけど、今のところ、とりあえずこの初動っていうんですかね、うん、今のところこれロシアのやりたい放題がね、そのままやりたいだけやれちゃってますよね。やられちゃってますよね。うん。ね、NATO は派兵しない。ね、アメリカ、あ、そうそう、一般のアメリカ国民もウクライナとは、ね、積極的に関わるべきではないっていう。そうだからこのバイデン政権、アメリカが政府として、ウクライナをこの手助けに動く、うん、アメリカ軍を動かすことに対しては、一般のアメリカ国民もなんかノー、うん、反対の、うん、反対世論の方が強いんですね。8割って言ってたかな、8割反対、うん、だからアメリカもやる気ない、NATO もそもそもやらない、うん、で国連は泣いちゃうし、英国はまあとりあえず今のところ口喧嘩の段階ですけれども、まあちょっとなんかこうロシアとバチバチやり合っている。うん。そんな状況ですね。なぜここまで世界は、うん、あのこのロシアのこの横暴ですよね。うん。言ってみれば、ちょっと例えが適当じゃないかもしれないですけど、リアルジャイアンみたいな。やりたい放題。うん。まあジャイアンはそこまでやりたい放題っていう感じでもないか。まあ、無法者国家のね、この横暴を、まあ、横暴っていうレベルじゃないよな。うん。普通にこの暴れ回っている。これはもう止められないんですよね。世界でね。うん。すぐには止められないんですよね。うん。これね、やれグローバルだ、ボーダレスだ、なんだかんだ言って、ね、このなんか政治だったり、この経済だったり、この安保だったりでね、うん。あんだけあちこちで、ね、うん。ブルーチームはブルーチームでさ、ねえ、うん、あちこちでなんかこの連帯連帯連帯みたいなことをつなげてってたくせに、うん、いざなんかこのことが起きたら何の役にも立ってないんですねねえ、そういうことじゃないですか、うん、一方このレッドチームの方がね、なんかどっちかっていうとこの結束固そうじゃないですか、
ね、うん、中国と今のところ名前上がってるのは中国でしょ。あとトルコもなんかロシアを支持する動きを取ってましたかね。うん、ね、ブルーチーム陣営の方は動いてもいないし、そもそも意思の疎通っていうか、ね、うん、なんか足並み揃えることすらできてないですもんね。うん、確かイタリアがなんか位置抜けたみたいなことやってましたっけ。うん、これはなんかちょっと日本もね、うん、なんか、うん、いざなんかあった時には、ね、この国際社会がね、黙ってないぞみたいなところに期待して、うん、自分で自分の身を守れる準備をしないで、ね、この救助救助、ね、こう念仏唱えてても何にもならないっていうことを、今そういう様子がね、現実に目の前で展開中っていう理解で僕は合ってると思いますけどもね、うん、そういうことですよね。世界がね、けしからんけしからんけしからんね、言うだけで、うん、ロシアのこのプーチン大統領今のところね、うん、勝ちまくってますよね。うん、さあどうなるんでしょうか。で結局日本はね、岸田総理たちはね、どうするんでしょうかね。うん、を次の動画で見ていきましょう。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。